はい、皆さんこんにちは。今日皆さんにご紹介したいものはこちら。こちらのね、古いパソコンのモニターを映画館のようにネットフリックスやフール、アマプラなどを楽しめるような状態にしたい。そういった目的で今回の動画を撮っていってみたいと思います。こちらの方はですね、今 Amazon の Fire TV Stick が付いてるんですけど、こちらの方で Netflix、私は Netflix をね、よく楽しんでますが、Netflix ね、ドラマとか映画とか見ていってて、何か物足りない。それはですね、音なんですね。こちらのモニターはですね、もともとパソコンのモニターなので、パソコンのね、クリックした時のね、ピンポーンとかね、そういう音が鳴って、それが分かればいいっていうぐらいのもので、スピーカーができてるので、もともと音の量とかね、音の質とかには全然こだわって作られてないので、ものすごく貧弱なね、音がしますね。なのでその音を改善するのに今回ね私が導入したいと思ってるのはこちら、BOSE の Bluetooth スピーカーですね。サウンドリンクフレックス、こちらの方をですね、今使用しているこの Amazon の Fire TV Stick とつなげて、こちらの方から音声を出してみようと。こちらの方から音を出すことで小さな映画館かね、音声が改善して Netflix の映画とかドラマが楽しめるんじゃないかという風な思いでやっていきたいと思います。それではですね、こういったものに興味のある方は最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。今回ですね、こちらの方から音を出したいんですけど、こちらの方にどうやって出すかというと、Bluetooth の接続なんですね。で、Bluetooth の接続をどうやってね、こちらの方からこちらの方にね、飛ばすかっていうのは、もちろんね、このね、モニターはね、ものすごく古いモニターなので、音声を飛ばすようなね、Bluetooth の機能があったりすることはないので、これはね、どうやってしようかなと思ってたんですね。そして、私が思いついたのは、こちらね、Bluetooth の送信も受信もできる JP ライトさんの JPT1 っていうものなんですけど、3年前に購入して、車のね、Bluetooth 化のために今でもね、使ってて、3年前ぐらいにね、動画にもね、してるんですけど、それでね、使ってて、車ではね、レシーバーとして使ってるんですけど、今回これを利用してね、モニターの音を Bluetooth で BOSE のね、こちらの方に飛ばそうかなとか、アイディアをね、考えてたんですね。そしてですね、まあふと思ったのが、皆さんはもうすでにねご存知だと思いますが、実はね、なんとこちらのね、今刺さってる Fire TV Stick の方がBluetooth の送信もしてくれる。 Bluetooth 接続すれば Bluetooth で音声を送信してくれるっていうのをね、気がついてしまったんですね。皆さんね、これにね、これをですね、ご存知の方はいらっしゃいますでしょうかね。私はですね、全然スッとね、思いつくことができなくて、回り道をしてようやくねここにたどり着いたんですけど、 BOSE のスピーカーに Bluetooth で音声を送るのにやっと気づいたんですね。 Fire TV Stick の方がしてくれると。もちろんね、皆さんね、こちらのね、 Amazon の Fire TV Stick って Wi-Fi でねデータをね受けて Netflix とか Amapla とか見れるよっていう風になってるのはご存知だと思いますが、まさかね送信もできるね、音声の送信もできるっていうね、一人二役状態で活躍してくれるっていうことなので、こちらの方をですね使って BOSE のねスピーカーね、こちらの方に音声を飛ばしていくという感じでやっていってみたいと思います。それではですね、接続のね方法とかをね早速見ていってみましょう。それでは行ってみましょう。それではですね、こちらの方の Bluetooth の接続の準備としては、まずね、この周囲で Bluetooth のね、機器がね、スマホとかでもしあったら、Bluetooth はすべてオフにしておくのがいいかなと思います。ね。それではですね、まずね、こちらの BOSE のスピーカーの方の Bluetooth のペアリングの方法をやっていきたいと思います。こちらの方ね、まず電源を入れますよ。Battery 60%。Ready to connect。ということでですね、こちらの方のBluetooth の方が青い点滅状態ね、点滅状態になってたらペアリングモードに入ってますから、この状態で、あとは Amazon の Fire TV Stick の方を設定ねしていってみたいと思います。はい、今ねこちらの方にあるので、これをねこちらのギザギザマークね選択していきますよね。そして下のコントローラーと Bluetooth デバイスというのがあるので、これを選択して、今ね、この Amazon Fire TV リモコンっていうのが選択されてるんですけど、それはね、これのことですね。これのことね。BOSE のね、こちらの方はね、まだ繋がってないので、こちらに出てきてませんけど、今から追加していきますから、このその他の Bluetooth デバイスというのを選択しましょう。で、こちらの方ね、Bluetooth デバイスを追加というのがあるので、これを押しますよ。
すると今ね検索中でペアリング今しますよっていう状態から、ここね Bluetooth 今出てきましたね。 Bose のフレックスサウンドリンクね、こちらの方ね、名前はちょっと違いますけど、前後してますけど、フレックスサウンドリンク、こちらの方をですね、選択していきましょう。そうすると、今、ペアリング中ね、端末がね、接続されましたっていうのが、ここでできましたね。ということで、これで、すべて終わり。今回はね、簡単でしたね。すべてね、これでね、スピーカーの方も準備ができましたし、こちらのね、Amazon の Fire TV Stick の方も準備ができて、ペアリングできたので、あとはですね、実際に、どのような音が出てくるのかね、それをね映画鑑賞をしてみて本当に映画館になったかどうかね、ちょっと見ていってみたいと思います。それではですね、 Netflix に行ってみたいと思います。こちらの方ねたくさんタイトルありますが、皆さんとね一緒にこちらの方ねドラマとか映画とか楽しんで行ってみたいと思うんですけど、著作権の問題があるので一緒には楽しめないので、私がですね映画鑑賞してみて、実際にこちらの方が本当にね小さな映画館になったのかどうかというのをね、後で感想を述べていってみたいと思います。それではね少々お待ちください。はい、映画鑑賞終わりました。皆さんね、結論から言います。これはですねおすすめですね。一言でこちらの方はおすすめできますね。まずですね、もう音は完全にいいですね。もちろんね、モニターについてるスピーカーとこの Bose のスピーカーを比べる時点で少し間違ってると思いますが、 Bose のこちらのスピーカーは低音がかなりズンとこう体のね芯に伝わってくるような音がするので、まるでね本当に小さな映画館になったような感じがしますね。で、Bose じゃなくても構いませんので、皆さんが持たれてるスピーカーだったりとかイヤホン、ヘッドホンとかね、そういったものが Bluetooth に対応しているのであれば、 Amazon Fire TV Stick であればもう Bluetooth をトランスミッターとして送信することができるので、そういったものをね利用していい音で映画とかドラマを鑑賞していくっていうのはありかなと思いました。はい、それからですね、もう一つ私がびっくりしたのは、こちらのモニターが古いパソコンのモニターなので、音量コントロールをこちらの下のね、物理ボタンでカチ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 とね、変更しなければならなかったのが、なんとね、こちらの Amazon の Fire TV Stick のこちらのコントローラーでできるっていうことが分かったので、こちらのね、手軽さ、こちらにこうわざわざ来てね、このモニターに近づいてカチカチカチとしなくても、コントロールできるようになったっていうのはね、予想してなかったので、思いがけないね、いい点でしたね。はい。今回ね、どうだったでしょうかね。こちらの方の動画、参考になったでしょうか。参考になったなという方はグッドボタン。それからですね、これからも、こういったね、ガジェット系のもので、面白いものが見つかったら、どんどん動画にしていってみたいと思いますので、チャンネル登録するのもいいかもしれませんね。それでは、今日は以上になります。それでは、バイバイ。